はい、こんにちは。速稼塾の小林です。今、画面で見えると思うんですけれども、石原伸晃議員ですかね。ちょっと私、しばらくこの方のこと忘れてましたけども、新型コロナウイルス感染ということで、入院されたわけですけども、結構この方のね、措置が早かったなって思ってるんですよ。で、確か、PCR 検査を勧められたその日のうちに、検査を受けて、翌日に陽性が判明して、そして即入院ということでね、東京医科歯科大学附属病院かなんかに入院されたと思うんですけども、ここは確か医療崩壊とか医療逼迫が起きてきて、もうてんてこまいだったところ、もうすでにね、病床の余裕がないというふうに私は感じたんですけど、そこにスッと入ったわけなんですよね。これはやっぱり上級国民のためにベッドを空いていた、もしくは空けたってことなのか、少なくともこの方が入ったことによってずっと待たされていた一般国民はさらに待たされることになったってことなんですかね。なんとも言いにくいことなんですけども、この方もね、大切な命なんで、ないがしろにしていいわけじゃないんですけども、ちょっとね、腑に落ちないものを感じましたね。やっぱりこう、上級国民だから優先的なのかなとか思っちゃいました。皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。でも、この方はね、後回しにしてどうこうってことはないんですよ。ただ、やっぱり在宅で、お亡くなりになる方とか状態が悪化する方とかいる中で、この方は、ね、陽性だっていうことだけで、なんか会合とかに出て、その後で行ったわけですよね。だから即病院に行ったわけじゃなくて、その後、どなたかと濃厚接触をした後に、悠々と病院に行って、自覚症状もないのにそのまま入院ということなんで、かなりの抗体を受けてるなと思ったりなんで。重要人物がね、排出されるのは仕方がないことだと思います。一般人に ICP もつきませんしね。だから何とも言えないところはありますけども、ちょっとね、合点がいかないところがあったなというふうに、個人的に思いましたしね、もやもやっとしたまま動画にさせていただきました。ただそれだけで、この方をね、責めるつもりも全然ありませんので、何とも、ね、言い難いことなんですけども、ただ、ちょっと心に残るのは、上級国民というキーワードかなと思って。